7月5日、2024年元 GP 第9戦ドイツ GP 元 GP クラス初日のセッションがザクセンリンクで行われた。午後のプラクティスで、モンスターエナジーヤマハ元 GP チームのファビオ・クアルタラロは14番手、大役参戦のレミー・ガードナーは20番手で終えている。今大会は、 前線のオランダ GT における決勝レースで1周目にクラッシュしたアレックス・リンスが欠場となっている。転倒した際に右足を骨折、腕首に重度の打撲傷も確認され、週明けの月曜日には手術も受けた。そのため、代役としてスーパーバイク世界選手権、ワールド SBK でヤマハから参戦しているレミー・ガードナーが招集された。今回、 新たなセットアップも試しているというクアルタラロは、午前のフリー走行1回目で序盤から1分21秒台に突入させていく。残り20分を切ったあたりまではトップ10圏内につけていたが、以降は序盤にマークした1分21秒733から思うようにタイムを短縮できていなかった。それにより、トップから1.149秒差の14番手となった。そして 2022年以来の2年ぶりに元 GP マシンを借るガードナーは、FP1 でファクトリー仕様のヤマハ YZR-M1 を初ライド。普段はワールド s b k でヤマハ YZFR1 を使用しているが、まずはマシンに慣れることに時間を割いていたようだ。このセッション中はタイヤを1セットのみ使用し、FP1 では最多となる26周を周回して、 1>, 1分22秒969をマークした。午後のプラクティスでは、クアルタラロが1分21秒359、ガードナーも1分22秒326と2人揃って早々に自己ベストを更新する。セッションは開始25分ほどで一時赤旗中断となったが、再開後にはクアルタラロが1分20秒940をマークして暫定6番手に浮上。しかし、 同時に周りのライダーたちもタイムを上げ始め、トップ10圏外へ弾き出されることに。それでも終盤に自己ベストをさらに0.406秒縮めたが、14番手にとどまり、予選は Q1 からのアタックとなる。一方のガードナーも、1分21秒405と大幅にタイムを更新させていた。終盤には13コーナーでの転倒もあったが、初日からタイムアップを成功させ、 ヤマハ y z r m 1にも迅速な適応を見せていた。ファビオク・アルタラロ、FP1 時14分番手、プラクティス、14番手。とても風が強い日だった。これほど多くの転倒者が出たのは、それが原因だったと思う。でも気温の低さは僕たちが抱えている問題とは関係がないんだ。ここで苦戦することは初めから予想できていたけれど、 思っていたのとは違う部分で悩まされている。だから難しいんだ。最終的にはわずか0.1秒差で Q2 に届かず、非常に悔しいよ。でもここは短いコースだから、コンマ1秒はやはり大きな差だと考えるのが適切だろう。今日は他のライダーの後ろについていって比較するチャンスもあり、これはヤマハにとって重要な情報になった。 あとはポテンシャルを最大限まで引き出せるように頑張るだけだね。レミー・ガードナー、FP1 時22分番手、プラクティス、20番手。ミシュランタイヤとマシンに適応するのに、初めは少し手間取ってしまった。プラクティスの前にはデータを確認し、電子制御システムの調整なども一定ライディングの向上に努めたけれど、実際のところはそれほどひどい状態でもなかった。 このマシンで2時間走っただけにしては差は大きくなく、決して最悪というほどではないと思っているよ。ただ最後の転倒は残念だ。あれがなければ、そして1ラップを完璧に走れていれば1分20秒9くらいまでは短縮できたかもしれない。あの時はコーナーで少し暑くなりすぎ、スリップストリームでフロントをロックさせてブレーキングの早い段階で転倒してしまったんだ。予想外だった。 小指が一瞬ハンドルバーの下に挟まれて皮がむけてしまったけれどそれ以外は大丈夫そうだよ。今回ポイント獲得を目標にするのは少し難しいかもしれない。誰かとバトルしいい戦いをしてレースをエンジョイできることが最も重要だね。